こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はビレイさんの There's one reason to love There's a reason to love Still I'm calling my name ただ終わらないよ泳いでいこう巻き戻すようにあなたを探すように I miss youこれから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねと合わせてよろしくお願いします。簡単な説明です。名前はミレイです。活動は2018年からしました。事務所はソニーミュージックアーティストとレーブルは SME レコジです。はい、この曲はアニメ映画鹿の王ユナと約束の旅の主題歌のために書き下ろした楽曲です。ミレイさんはこの主題歌のお話を聞いた時、台本も小説も全部読んで、言葉立ちから伝わる静かな森の匂いや温度を生々しく感じながら書き進めましたとコメントしました。それで今日は皆さんも静かな森にいると思いながら見てほしいです。では行きまーす。첫사운드부터이미약간뭐라고해야되냐영국이런냄새가나지않아요약간일본일본풍이아니라뭔가시냇물이흐르는느낌이죠약간명상해야될것같아냄새봐라이게미국그런느낌이랑일본 J-POP 느낌이랑합친느낌 소리가나는데피아노안도안치고있고약간그런영상미가되게예쁘다상상을하게만들어주는것같아비트를되게다양한소리로만든게신기하더라고요지금이게사진기셔터소리같은건가지금찰칵찰칵이아니면타이핑소리인가뭔지잘모르겠더라고요되게진짜악기어쿠스틱악기가거의안들어가있어요통기타정도되게들으면직관적으로좋으니까아여러분반복해서안들어도그냥들으면좋다이렇게그러려면되게멜로디나리듬같은게반복이돼야되거든요그러면딱꽂히죠처음부터딱이뮤직비디오의느낌이딱내마음같아내마음을되게깨끗하게자연으로되돌려주는느낌이야 이노래도봤더니어린시절을자연적인캐나다에서보내셨습니다그래서가사쓸때도아직은영어를먼저생각을한다음그다음일본어로바꾼다는것이다그래서아무래도가사에영어가훨씬더많긴하더라고요진짜요정아닌가요 깊은숲에가면분명히있을것같은엘프느낌카리스마뭔가노래가시원하다라는느낌이근데어쿠스틱악기가거의안들어가는데다자연에있을법한소리들로만든게너무신기한것같아지금이런가성들이진짜미래상의정말최고의매력인것같아아そうですよね声に落ちました落ちました本当に僕の心が綺麗になる大自然になってますここは山の中で呼気が違います本当にすごいですよね
もう音楽だけ聴いて、うん、空気を変わるんですよ、うん、そうです最初なんかミレイさんがこうカバー曲を録音してソニーミュージックに送って、うん、ソニーミュージックがなんか聴いて、おこの人すごいだと思ってこう契約した、うん、と聞いたんですけど、こうカバー曲を全部聞こえなくて頭ぐらいだけ聞いて、なんかあこの人はいいと思います、なんかそのぐらいにもう声聞いたらこう心がなんかこう綺麗になれるみたいな感じる、それなそれな、うん、最初だけ聞くと音色がすごいすごいじゃないですか、恋に落ちました。この曲自体をミレイさんをしっかり知った上で作り上げたっていう感じが結構してて、うん、声にめっちゃ合う空間感とかいろいろが混ぜてるのを見て、うん、こういう作った人は結構いろいろ調べてこの声に合う音とか音色とかいろいろ作ったんじゃないかなと、あそう、ナビボードとエフモアとビレイさん、ナビのポイントなんですよ、うん、저우리가들어있으면안어울릴것같아그러니까나비날아가지고저아름다운자연좀벌레도입고이래야지어진짜영상미끝내준다어떻게통기타를이렇게잘못게만들었을까싶어요내마음에미도리가자라난다 노래를부르는데힘들다고느껴지지않고계속뭐라고해야되냐들으면서편해져오히려고음에불구하고ミレイちゃんの歌声が本当に魅力があると思うんですけど、今までなんか僕が考えたこう歌声だと細いに例えば I miss you now と思ったんですけど、ミレイさんの声聞いて I miss you now みたいにちょっと広くなれるこう歌声もできるんだと思って、本当にいい勉強になりました。ミレイさんの性格とかこういうキャナダに留学してたっていう経験から出る雰囲気とかもあると思うんで、曲にちょっと洋楽っぽい要素が入ってたり、歌う時発音にちょっと英語っぽくなったりするのが本当に魅力的だと思いました。このアニメ映画の監督さんがミレイさんに主題歌を頼んだ時、伝えた方メッセージって、今の私がいるのは私を大切に思ってくれたあなたがいるからのメッセージが伝えたくて、映画の結構大事なメッセージだと思いますけど、メッセージがこの曲と合わせてもっと大きい意味になったじゃないかなと思って、後でこの映画も見たくなりました。ミレイさんを最初に見たのが去年の紅白歌合戦っていうところで多分出たと思うんですよ、うん、その時に、うん、あこういう声の人もあるんだと思っていろいろ調べて今日に至ってレビューを見たら、あそうだねやっぱりそうだね、なんか納得ができる声と納得ができる音楽をちょっと聞いた気がして、CD も買いました僕の汚い心をピュアにしてくれた曲じゃないかなと思いました。本当に見るところがどこでも緑が感じられる、うんうん、本当にいい曲だと思いました。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。